チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあじゃあ今日もあの企画いきましょうか。はい。はい、野球あるあるということで。今日もね、皆さんにね、あるあるって言ってほしいですね。そうですね。はい。はい、あのそんなの本当にあるんかっていうことがありますから。まず、はい、プロ野球選手のあるあるです。はい。サプリのようにロキソニン、モルタレン、常用します。いやいや、そんなサプリみたいに飲んじゃダメでしょう。いや、もう毎日飲んでますから。だって飲みすぎると効かなくなりますよ、ロキソニンとかも。いやもう本当にサプリのように、はい、もうなんか栄養剤のように、はい、もうどっか痛いから、はい、もう常に飲んでますよね。だからもうひどい時は、あの座薬っすよね。なんでそんなに、そんなに毎日痛いんですか、どっか。いやもう今143試合、はい、もう本当にもう全部元気っていうの、はい、多分あの1割ないですよ。そうなんですね、うん、もう多分全部元気っていうのはもう控えですよね。なるほど。もうどっか肩痛いな、足痛いな、腰痛いな、膝痛いなとか、うん、どっか痛いです。はキャッチャーなんてもう青あざだらけですからね。まあそうですよね、全身、うん、びっくりするぐらい青だになってますからね。えまだ残ってんですか、結構。いやそれは残んないでしょ。そんなに内出血残ってたらやばいでしょ。病気でしょ。脱いだら襲われるのかな。それもう誰にやられてんですか。やばいでしょ。そんな感じですね。でももう本当、はい、ボルタレンロキソニンはもうほぼ常用ですね。へえ。どんだけ薬代かかるか。そうですね、はい、でもロキソニンとかってまあ1日4時間5時間空けてくださいって言われるんで、だから試合前に飲むんです、はい、だから下手したら練習前飲んで試合前も飲んだりとか、あと2錠いきますよね、きつい時。うわー、なんかあと胃薬とかも飲んで、大変そうですね、うん、もう常用です。でもそれ効いてる感あるんですか。で私だったらお腹痛いってなったらロキソニン飲んで、はい、あロキソニン効いてきたな、お腹痛くなくなったな、よしってなるわけですよ。病は効かぬでしょ。あ、そういうことですか。効いてるか効いてないか分かんないですよ。効いてるか効いてないか分かんないけど、とりあえず飲むんですよ。そうなんですね。まあ、だってそれゼロにはならないじゃないですか。まあ確かに。これね、はい、あの岸投手もね、はい、あるあるって言ってくれたんです。ああのこの話はですね、前回のあるあるの時に袴田さんが今年一番嬉しかった話の中にあります。それ前回のあるある見てください、はい、学生時代のあるあるいきます、はい、野球部お願いします。坊主なのにやたらいいシャンプー使うとかあるある。いや使う必要ないでしょ。いやいや使いたいんですよ。だからもう僕らが学生の時だったら、はい、ビダルサスーンとか、はい、あとはラックスワンテンラックススーパーリッチとか、はい、もうそれは使いますよね。あの待ってくださいよ、うん、あのシャンプー、あのもちろん地肌も洗いますけど、うん、髪の毛洗うんですよ。どう髪の毛あるじゃないですか。このぐらいでしょ。このぐらいでしょ。いや使いたいんですよ。いいやつ。そうなんですか。あとあれです、坊主なのにリンスもきっちりする。いやいや、あれあれ。いや、あのシャンプーはまだ地肌を洗ったりするんですよ、うん、リンスは髪のトリートメントですからね。うん、はい、どうぞ。こんぐらいですよ。いや今もね、はい、あの高校野球でとかもし中学生で、はい、今坊主の人、うん、あるあるって言ってますよ。でじゃあ何じゃあ石鹸でいいんじゃないですか。それはもう、はい、石鹸で髪の毛洗い出したら、はい、もうおっさんです。いやリンスインシャンプーとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、節約した方がいいんじゃないですか。いやいやもう高いですよ。いやいやもうあのラックスバリッチビダルサスとか、はい、もうねそれはもうあの今なんてファンテーンとかね、もうゴールドクラスのやつ、はい、いろいろありますよね。言ってんじゃないですか。最近ノンシリコンシャンプー、ああ、ね、そういうのやってやっぱね坊主でもねいい香りさしますから。待ってそれなんか変わるんですか。変わるんですか。なんか違うんですか。気持ちですよ。ファッションですよ。いいちょっといい香りするじゃないですか。でもみんなにこう頭の嗅ぎ合いとかしないですよね。今日ちょっとパンテーンなんだクンクン、あパンテーンのいい香りとかする。でもこの帽子見た時にファーンってちょっとするじゃないですか。これはもうロックスやなみたいな。いやいや、袴田さん、わかんないでしょ。はい、わかんないです。多くの人があるあるって知ってますから。これ野球やってる方はあるあるですか。はい、そうそうそう、はい、坊主の人はもうあるあるって知ってますから。もうそしたら下手したらね、はい、俺は何々シャンプーだったよとかってね、言ってる人います。あ、じゃあちょっとコメント欄楽しみですね。いや、絶対ありますから。はい、あるあるだった時、皆さん、あのあるあるとか、共感度が書いてくださいね。はい。はい、じゃあ次です。はい。はい、練習中、雨が降り出すと、やたら声が出る。あるあるです。練習中、はい、練習中に雨降ってくるとめっちゃ元気出てくるんですよ、はい、雨って嫌じゃないですか。いやもう終わるじゃないですか練習が。これ練習終わりちゃうかみたいな、はい、もう絶対無理やろって言って雨だんだん降ってきた。これ無理やー
もう終わりじゃないみたいな、はい、もう結構降ってるよっつってすごい元気出てくるんですよ、はい、あ、元気が出てテンションも上がって声も大きくなるんですね。あ、そうです、そうです、めっちゃ上がりますよね。前日とかね、次の日雨だったらめっちゃテンション上がりますもんね。あ、そうなんですね。明日休みちゃうみたいな。いや、でももし雨だった時に、でも雨でもやる時あるじゃないですか、室内でね。でもやっぱり外とかより全然楽なんで。ああ、そうなんですか。はい。え、じゃあ試合中はどうですか、雨降ってきたら。それちょっと面倒くさいですねそうなんですね。練習中もしくは授業中です。あ、学生の時の。なるほど。雨降ってきたらめっちゃ嬉しいですよね。今日練習ないかも、あれみたいな。はい。普段休みないんですか。だって 毎日練習ですよ。そうですね。日月火水木金土って、はい、僕の高校の時、はい、休みは夏の予選終わった後の3日と、正月休みの5日ぐらいしか、それだけしかないですか。1年間で。え、旅行行けないじゃないですか。旅行、はい、そういうんですよ。旅行行かないんですか。高校球児旅行行けないんですね。行けないですよ。行ってる人いないでしょ。だって僕は1年だから1週間ぐらいありますけど、はい、もっとない、はい、俺ら持ってなかったよっていう人いるかもわかんないですよ。うわー、そうなんだ、はい、私なんか伸び伸びと楽して生きてきたんだな。そうですね。やっぱりその墓場さんがね、すぐ旅行って出るってことはセレブだなって思います。いやいや、旅行もいろいろあるじゃないですかどれあるんですか。いろいろあるんです。海外旅行から本当におばあちゃん家に行くとかも私は旅行かなともちょっと思いますし。同じ市内の。あ、いや、私はあの静岡から愛媛に行ってたんですおばあちゃん家は旅行なんですよ。そりゃそうですよね。はいはい、はい、ね、いろいろあるじゃないですか。ちょっと近場の温泉一泊とか。近場の温泉一泊、はい、行ったことないです。ないですか。僕子供の時、はい、あの車中泊でした。え、何がですか。旅行。旅行、はい、キャンピングカーで。いやいや、あのデリカっていう後ろにパターってあの席寝さして、はい、え、なんでですか。なんで、なんで。いや、それが普通だったから疑問なかったっす、子供の時。へえ。お風呂だけ温泉入ったりとかするだけです、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、なるほどな、うん、はい、じゃあ次行きましょう。こともあるんですね、はい、すいません、はい、いろいろしたね、はい、じゃあ雨つながりで、はい、お願いします。天気予報やたら気にするこれです。あ、これまでもありそうですね。めっちゃ気にしますね、はい、明日休みかなっていうね。あの、また休みたいがための天気予報ですかいや、だって休みないんだから高校の時は。まあまあまあ、そうですね。あとプロに入っても、はい、明日マリンとかだと、うん、明日雨なのかな、試合中止かな、どうかなって言って、うん、ドームの時はあんまり気にしないんですけど、はい、まあ、天気予報はめちゃくちゃチェックしますね、うんうん、あとレーダーとかね、はい、最近だと。あ、そうですね、はい、いや、でもそう考えるとドーム球場がホームグラウンドのチームって全然気にしなくていいじゃないですか。まあ、そうそうそう、ビジターとかもそうですけど、はい、だからそこら辺心配いらないですよね。そうですね、はい、ロッテとかって屋外では大変ですね。いや、だからめちゃくちゃ天気予報気にしてますよ、うん、雨とか梅雨時とかね、はい、で、明日絶対休みやん、降水確率90、90、90や、1日ちって、はい、休みや、おー休みーちったら全然あるやん雨でも結構降っててもやる時ありますからね、はい、もうあと、もうこれ中止やろ、無理やろって言って、はい、なかなか試合中して決めなくて、はい、あの、いや、それはいいよな、営業の人とか別にお前らやるわけじゃないから俺らをね、やる身になってくれよってよく思いますよね、プロ野球選手見てるプロ野球選手とかだった、はい、いや、それはもう早く中止してくれよ、お前な、いつまで引っ張んねん、チケットも払い戻ししたくないし、でそれは引っ張るよね、どうせやらへんからな、ね、あるある、はい、プロ野球選手の皆さんこれは意外とアナウンサー側も思ってましたよ結構降ってるから絶対中止だと思うのに、なんでこんなにまだ試合中止出さないんだろう、直前まで出さない時とか、はい、これはもうね、チケットがめっちゃ売れてるんですよね。やっぱそう、あとはね、うん、1回球場に入れてお弁当を売ろうっていう作戦もあるらしいですよ、はい、そういう作戦なんですね、はい、いや、こっちも早くその中止になったら、まあ、やらないといけない直前の準備ものすごい多いわけですよ、うんうんうん、だそれをやらなくて、まあ、済みますし、次の日の準備ができますし、早く中止出してほしかったですね。それはみんな重いですよね。でも営業の人はね、はい、なかなか出してくれないです。あとアナウンサーあるあるないですか、ちょっと一発。え、アナウンサー、ちょっと先に言ってくださいよ、これアナウンサーあるある、はい、アナウンサーにちょっとこれ佐藤さんもともと考えてるじゃないですか、はい、ちょっとあの考える時間、あのちょっと猶予ください。 あったでしょ、僕あるあるシリーズって言ったら、あ、じゃあ私もアナウンサーあるあるなんかあるかなって思って、あるかなったの、考える時間あったでしょ。あの、思ったんですけどね、はい、あの、まあ、どうせ私振られないだろうね、振りますからよし、ちょっと次回披露しますよ今日じゃない、次回披露します、はい。